さあ攻守の方向を変わりましてこれより第4クォーターに入ります。金沢ワイセンベルグフォースダウン7フィードゴートライ、キックによる3点を狙います。このキックはしかしそれましてフィールドゴール失敗、結果4回目の攻撃失敗という形で無得点で攻守交代に変わります。攻撃権変わりまして、福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。金沢ここでフィールドゴール決めてさらにリードを広げるというところでしたが、しかしそれはならず、結果的に10点差のまま第4クォーター福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。さあ窮地しのぎました福井、ここでなんとか反撃となる得点を狙いたいところであります。ボールオン自陣26ヤードから福井スノースイーパーズファーストアンテン、ファーストさあまずパスプレーから入りました。クォーターバック8番プレーアクションから右に展開していたレシーバーにパス、これをレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。福井スノースイーパーズまず攻撃権更新になって自陣39ヤードからの攻撃に入ります。さあこのパスがその攻撃のリズムを作る一つの兆しとなるでしょうか。さあトラブル発生している、さあ大きなトラブルがあったかもしれません。現在審判団の判定を、今協議をしております。交代です。ここでプレーを開始する際のラインマンからバックスへのエクスチェンジ、ここでファンブルが発生しました。落としたボールはどちらが確保しても構いません。確保したのは金沢、したがってここで攻守交代になります。ターンオーバーによりまして攻撃権変わり金沢に攻撃権移ります。さあここで勢いに乗らんという福井、しかしここで大きな勇み足ありまして攻撃権を奪われる形になりました。金沢このチャンスをここから生かさんと攻撃に転じます。ボールオン自陣40ヤードから金沢ワイセンベルグファーストアンテン、パス不成功、金沢もパスから入りました。クォーターバック8番左に流れてワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、しかしわずかにパスタイミング合わず不成功になっています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10、
さあランプレー入った。ラニバックは23番右オープン展開を図りましたが、これは福井も対応しまして2ヤードのゲインに留めております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。対応したのは福井スノースイーパーズ5番の大和のようです。カナザワイセンベルグサーダン、サーダン7。これは福井止めた。今度は左サイドにランを展開しまして突破を図りましたカナザワ。しかしそれを福井ディフェンスフロント踏ん張りましてフォースダウンに変えます。金沢フォースダウン7、パントフォーメーションを取りました。コントロールされたパントは福井陣6ヤード付近で外へ、8ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりまして福井に攻撃権変わります。福井はなんとか先ほどの状況を脱した格好になっていますが、しかし非常に厳しい陣地となっております。福井スノースイーパーズ自陣8ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが出ました。クォーターバックパスによって一気に状況打開図らんとパスを投じたところ、しかしそれは金沢2番が抑えましてインターセプト、攻守交代になりました。攻撃権変わりまして金沢ワイセンブルグに攻撃権変わります。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンブルグ2番の多田です。さあ再び相手陣の絶好の位置からの攻撃に入る金沢。相手陣34ヤードからファーストダウン10。パス不成功。金沢パスから入りましたが、しかしこのパスは不成功です。福井もしかしそれを見計らってか見事にカバーしておりました。ここでホイッスル。現在チェーンにトラブルが発生したためレフリータイムアウトが入っております。このサイドラインのチェーンは10ヤードを実測するための重要なチェーンになります。このトラブルがありますとその攻撃の更新の位置を最速、実測することができません。この調整終わりますのでしばらくお待ちください。現在スライドの方でご紹介、ご覧いただいていると思いますが、北陸学生の各大学アメリカンフットボールが、現在さまざまな形で、キャンペーンを企画しております。
このギビングキャンペーンは各大学がそれぞれの部を通じましてアメリカンフットボールを含め大学の部活を支援するためのキャンペーンとして実施しております。叶いましたらこちらの方にあります QR コード等を確認いただきその企画の内容をご覧いただければ幸いです。さあ試合再開です。金沢ワイセンベルグファーストダウンセカンドダウン10さあ中央行きました。キャリア3番密集点をすり抜けるように約8ヤードのゲインに変えています。ここは3番の田中が見せました。金沢ワイセンベルグサーダン3さあ密集点へランプレー攻撃権更新ファースター。この3ヤードを金沢はランプレーで突破しました。見事期待に応えましたのは2番の多田でした。オフェンスラインも素晴らしい仕事を披露しましてこの3ヤード獲得に貢献しております。さあ金沢相手陣22ヤードからのファーストダウン点に入ります。不成功。ここで金沢パスを投じました。満を持してというところですがしかしこれは福井3番が見事にパスカット。パスを防ぎましてセカンダウンに変えます。鮮やかなカバーをしましたのは福井スノースイーパーズ3番の風織でした。金沢ワイセンベルグセカンダウン10成功。今度は24番にパスを投じました。外で展開した24番、そこから相手タックルを弾き飛ばし右オープンを展開しまして約4ヤードのゲインに変えています。キャッチアンドランいたしましたのは24番のカードでした。金沢ワイセンベルグサーダウン6ナイスキャッチファースター。クォーターバック8番プレーアクションから中央切れ込んだ87番にパス。87番若干逆リードになっていたパスを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファースター難しいパス見事キャッチしましたのは金沢ワイセンベルグ87番の有沢でした。さあ相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールのシチュエーションに変わります。残り4回でエンドゾーン狙います。一気にいったタッチダウン。ここで金沢2番の総力にそのプレーを託しました。一気に左オープンを展開。2番そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。金沢ワイセンベルグタッチダウンにより6点追加となっております。
そしてこのトライ4ポイントのキックも決まりまして1点追加、金沢ワイセンベルグ17点、福井スノースイーパーズ0点とスコア変わっております。これまで中央へのランプレーで相手を釘付けにする状況を取っていました金沢ですが、ここ1番でランニングバック2番の総力でこのタッチダウンを演出する形になりました。見事それを決めましたのは2番の多田でした。その得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開となります。さあしかし福井スモースイーパーズ、何としてもこの残り時間かけまして逆転を図る攻撃を展開期待したいところです。その意味でもこのキックオフリターン注目しましょう。現在スタンドでは感じませんが、どうやらフィールド上かなりの風が吹いているようです。ボールの位置を確保するためにホルダーの設置を審判義務付けました。このキックサイドライン割りまして反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード前進した地点の攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃を選べます。キックのアウトオーバー、あなたは相手で5ヤードのペナルティキックを蹴り直します。福井は5ヤード下げて再度キックオフを蹴らせることを選択しました。さあ下がりまして再度金沢ワイセンベルグキックオフに入ります。キックオフ地点は自陣30ヤードに変わっております。さあリターンに入る福井、しかしこれは金沢のカバーよく結果的には福井自陣10ヤード付近からの攻撃になります。かなりいいキックだったためエンドゾーンに入るかと思われましたが、その手前でボールが失速しました。このためタイミング崩れたリターンになった形で自陣の厳しい位置からの福井攻撃に変わります。失礼しました、自陣5ヤード付近からの攻撃です。福井スノースイーパーズ自陣5ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。まず福井パスから入りました。プレイアクションから中央切れ込んできたレシーバー、このパスを見事キャッチしまして攻撃権更新になっております。福井スノースイーパーズファースター、キャッチしました選手の番号が確認できませんでした、申し訳ございません。しかし見事なプレーでした。福井まず窮地を脱する形に成功しています。
福井スノースイーパーズ自陣18ヤードからファーストアンテン。インターセプト、ターンオーバー。失礼しました、カメラが振られまして、このボールを見失いました。しかしここでプレーアクションのパスを投じましたが、福井それを取ったのはしかし金沢0番。インターセプトにより攻守交代となっています。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに変わっています。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンベルグ0番の田村でした。金沢ワイセンベルグ相手陣25ヤードからファーストダウンテン。さあまずランプレーを投入。キャリア23番右オフタックル付近につきまして約1ヤードの原因としています。金沢ワイセンベルグセカンドダウン9。さあ再び中央へのランプレーを展開しました。キャリア23番左に振りましてランを展開しましたが、これを、福井スノースイーパーズ71番立ちはだかりまして、このランを阻止しサードダウンに変えています。対応しましたのは71番の服部でした。しかし中で止めた格好になっていますので時計は回り続けております。金沢おそらくイートザボール、ボールを食らい尽くすように時間を奪い取る選択に、戦術に転換しているようです。金沢サードダウン内、キュービーさん、ここでパスを投じようとしましたが、そこに金沢福井のディフェンスに殺到しまして、キュービーさんパスを投じる前にしたためこのプレーを阻止しています。ここで2ミリッツウォーニングに入ります。さあ2ミリッツウォーニングまもなく解けまして、これより試合再開となります。ここでホイッスル、チームタイムアウト、福井スノースイーパー後半2回目。ここで福井が後半2回目のタイムアウトを行使しました。本来ならば攻撃のために確保したかったタイムアウトですが、ここで確認のために再度タイムアウトを使いまして状況の再確認をいたします。
タイムアウトを解けました。試合再開となります。カーズはワイセンベルグフォースダウン18パントフォーメーションを取っています。カンザーリターンを避ける低いパントを蹴りまして、福井陣15ヤード付近で攻守交代としています。攻撃権は変わりまして福井スノースイーパーズに攻撃権変わります。さあ福井としては何としてもここで何とかタッチダウンを上げたいところではあります。非常に状況は厳しいですが、自陣15ヤードから攻撃に入ります。ここで反則発生です。イエローフラッグが投じられています。交代判福井スノースイーパーズ5ヤードのペナルティーを追加します。オフェンスに交代班の反則がありました。中に12人いる状態になっておりました。5ヤードバッターしファーストダウンやり直しとなります。福井スノースイーパーズ自陣10ヤードからファーストダウン15。ここでジェットモーションスイープを展開しました。1人だけ動かしていていい選手を真横にモーションしまして、そこから一気にトップスピードにして左オープンの展開を図りました。これによって約8ヤード近いゲインを奪っています。さあこれが突破口になるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンドダウン7。しかしその状況を金沢が襲いかかりまして、キュービーサークパスを投じる間に仕留めまして大きなロスを奪っています。ここでホイッスル。チームタイムアウト福井スノースイーパー後半3回目。ここで福井後半最後のタイムアウトを使いました。福井としてはこの状況でタイムアウトを使うのはある意味無念かもしれません。しかしまだチャンスは残っています。残り時間30秒のサードダウン12の状況になります。福井スノースイーパーズサダン12。プレッシャー浴びながらクォーターバック左に逃れてなんとかパスを投じて突破を図りました。しかしそのパスを取ったのは金沢9番インターセプトにより攻守交代となりました。攻撃権変わりまして金沢ワイセンベルグに攻撃権変わります。
ハザーワイセンベルグファーストダウン2ゴール。相手陣残り3ヤードの状況になっています。さあクォーターバックが来ました。オプションから中央切り込みましたが、そしてエンドゾーン飛び込んでタッチだ。クォーターバック8番、ここで中央切り込みまして見事タッチダウンで、このプレーをタッチダウンしております。ここで本来ならトライフォーポイントですが、この権利をしかし金沢放棄しまして、ここで試合終了となります。試合終了となりまして、金沢ワイセンベルグ23点、福井スノースイーパーズ0点、金沢ワイセンベルグ勝利となって、でこの試合は終了する形となりました。スコアの方が変更ありましたか、あるいは最後のプレーがタッチダウンとしては認められなかったか、いずれかが今のところ分かりませんが、金沢ワイセンベルグ勝利は確定となっております。スノースイーパーズ奮闘虚しく敗戦という形になりましたが、しかし今後につながる見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。この試合勝利しまして、さらなるオーシャン、オーシャンボールトーナメントスマンという素晴らしい戦いでした。福井もそれに続かんとする素晴らしいネットでした。ナイスゲームでした。北陸において、奮闘しております金沢と福井の対決、素晴らしい一戦となりました。結果的には一律の長あります金沢がこの試合を制しまして、オーシャンボールに再び挑まんとするその一つの鎖を打つ形に成功する形になった一戦でした。しかし福井にもこれからも奮闘の兆しがある、そのような戦いでした。特に、北陸学生に参戦かなわなかった福井大学の選手たちが奮闘する姿は撮らせていただいて、私も非常に胸を打つものがありました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者がつけるかもしれません。あるいは地方にやってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、
あの物語を登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが現れ集い、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに読み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さて、この試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸社会人アメリカンフットボール、そして北陸学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その配信を実施いたしましたのは私、道楽エルジェでした。この後に行います、北陸学生の一戦、富山大学ファイアブルス対金沢大学エバーグリーンの一戦も続けてチャンネルサイト変えまして配信させていただきます。その機会までお待ちください。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。